愛イコ姫のヒーリングムービー今夜の映画はバッドガイズでございます、はい、10月七日からロードショーが始まりました、えー、原作はベストセーラーとなった自動車でございますが、うん、これは長編アニメーションでございますどんな内容なのか物語を大輔さんに読んでもらいましょう、はい、悪をやるなら思い切りを合言葉に次々と派手な盗みを成功させてきた怪盗集団バッドガイズ 天才的スリにしてカリスマ的リーダーのミスターウルフが率いるのは金庫破りスネーク肉体派ピラニア変装の達人シャークそして天才ハッカーの毒舌があるタランチュラだお尋ね者の5人組が次に狙うのは名だたる強盗たちも奪えなかった伝説のお宝ゴールデンドルフィン国立美術館で開催されるパーティーに潜り込み大胆な作戦でイルカを手に入れるもあと一歩のところで大失敗 逮捕されてしまう彼らは町の名士マーマレード教授の構成プログラムを受けることになりバッドガイズをグッドガイズに変えるというまさかの実験が行われる知事と警官の監視のもと乗ったふりをして裏をかき黄金のイルカ強奪の再チャレンジをもくろむバッドガイズだがその裏でさらなる巨悪が密かに動き始めていた。 はいということでね、はい、あの大人も子供も楽しめる、はい、バッドガイズでございます。うん、あの原作は自動車なので、初め見ているとあれこれは子供向けかななんて思うんですが、うん、とんでもない、えー、物語が展開されていきます。うん、はい、それで、えー、バッドガイズをグッドガイズに変える。<laughs> えー 町の名し、マーマレード教授。これはあの、うん、ネズミちゃんなんですよね。なるほど。二十日ネズミちゃんだと思いますけど。ほうほうあだいぶちっちゃい。ええ。うんうん、でみんなあのここに捕まって入れられちゃって、はい、ねあの強制させられていくわけですよ。うんうん、でまあいうことを聞いたふりしてねあのいつか隙を見てまたあの黄金のイルカを取ろうと思ってるわけですよ。ところがリーダーのウルフ君が、はい、なんか。 ちょっと嬉しいことがあると、尻尾が触れてしまう。ああ<ー>。<laughs> なるほど。<laughs> なんで尻尾が触れちゃうんだろう。ああ、もうなんかワンちゃんですね。本当はウルフなんですけどね。<laughs> ウルフ、ね、狼はあの、ワンワンのね、祖先ですからね。で,ねで、他のメンバーが大丈夫なのかなんて、言うんだけど、うん、どうしても。悪いこと。ちょっとやめようとすると。尻尾が。 なるほどまあバレバレだっていうことですねでまあいい方に向かっていけばいいんですけど、はい、彼らよりももっと悪がとんでもないことを考えていました、うん、なるほど。ここがこの「バッドガイズ」の物語の展開のすごいところで、うん、誰も思いつかないような悪者が信じられない悪いことをまさに半分ぐらい実行しかかってたんですよ。 それでバッドガイズがどうしたかっていうのは映画をご覧いただくしかないんですけれども、うん、はい、えー、琴姫は思いました本当の悪者は誰だ、うん、よく世の中でなんかいろんなこと起きますけど、うん、ね悪い人ほど嘘ついたりとかして、はい、自分をごまかすの上手ですよね、うん、でそれをやっぱりみんなで見抜かないといけないよって言ってるのがまず一つ、うん、それから、えー、リーダーのウルフ君が良いことをするとどうして おっぽが触れちゃうのって、これはやっぱりどんな人もいいところを持ってるんだ心の中にはすごくいいものが住んでるんだっていうのを言ってることがもう一つそんなわけでものすごいストーリー展開に胸キュンの一言があなたのハートをわ掴かみにする「バッドガイズ」是非ご覧くださいませ。うん